ことなくちゃいました。私にわざわざね、お台場まで行っちゃう。出たらどうしよう。もしかしたら本当に好きです。マスオ TV。 はい、マスオ TV ことガチャガチャオでございます。はい、ということでね、今日もジャンコじゃなくちゃいました。1000円ガチャガチャ。はい、あのね、僕いろんなところの1000円ガチャガチャしたんですけど、こちらね、お台場のアイラブマイケルジャクソンショップの1000円ガチャガチャね、あの前回やったら、こちらのねピンク色のブラウンね、実は当たったんですけど、これがね非常に楽しかったんで、またね挑戦しにわざわざねお台場まで来ちゃいました。ということでね、今日は本当にね、今 3DS 僕欲しいんですけど、これをね本当に当てていきたいと思います。はい、何回するかちょっとわかんない。もしかしたら一発かもしれないですね。赤い玉が出たら 3DS だから。いきます。1回目。はい、ではいきます。お願いします。はっ、これ右と左選べるんですけど、出たらどうしよう。まだ見えないですよ。せーの、白って多分ドアが閉まります。今の扉に。はい、ということで今回ゲットしたのこちら、前回もゲットした弾丸論破っていうやつの人形をゲットしました。しかもね、これ電池入れてへそを押すとなんかね動くらしいんですよ。ちょっと後で電池実際入れてみて動かしてみたいと思います。でも 3DS ね、ゲットできなかったから、もう一回だけ挑戦しようかなと思います。2000円ってやばいっすかね。まあいいかな、大丈夫かな。もう一回だけ挑戦してみたいと思います。もしかしたら本当に 3DS 当たるかもしれないですね。ほら、ここ iPod Touch ゲットされましたっていうの書いてあるんで、うん、では行きたいと思います。大丈夫、よし。見えない。何色だろう。いきます。せーの、パッ、白。じゃあちょっと取ってきます。はい、ということでね、2回目でゲットしたのはこちら、アナと雪の女王のこれオラフですよね。まあ可愛いよね。おいっていう感じなんですけどね、残念ながら今回はこちらね、あの人形しか取れませんでした。前みたいにね、やっぱりラジコンが当たるってのはかなりラッキーだったみたいです。はい、欲しかったんだけどな 3DS。 はい、ということでね、もうね自分で買いますということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。もうまたね、今度挑戦したいと思います。動画これアップされてるかわかんないです。アップするかわかんないですけど、悔しかったんで、もう一回だけ挑戦しようと思って、悔しかったんで、やっぱり動画アップするかわかんないですけどね、これ大変ながらもう一回だけ悔しいじゃないですか。ただいまよりライバー鉄道主催すライバー一丁目商店街、いっぱい飲みに行ってちゃう。悔しかったからね、白しか出ないんだもん。超特急光号、お客様感謝祭を開催、感謝祭を開催、開催いたします。おおおお、3回目にまさかのじゃじゃん、壮大な黄色い玉出た。やべえ、3000の秋役の俺じゃない。黄色ってボケっすよね。あ、これ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 、ジョジョの時計とか、これ何？あとまたトヨタのクラウンゲットできるけど、え、どうしよう。黄色ってここだけかな？こっちはダメだろうかな？黄色だ。3回目で当たりましたよ。すごくない？これ見えてます？これね、ジョジョの奇妙な冒険のこの時計なんですよ。これ結構かっこよくないですか？ジョジョですよ。僕ね、ジョジョは何回か読んだことありますけど、かっこいいっすよね。いや、これは本当に普通に嬉しい。ということで皆さん、やっぱり1000円ガチャは当たるあの 3DS じゃないけど当たる。ということで皆さんもですね、ぜひね、お台場マイケル・ジャクソンショップに来たらぜひやってみてください。よかった。うん。
ここは満足させる1000ガチャの店です。海ほたるとは違うぞということで今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバーイ。